石見です。お疲れ様です。今日はブッダが残した言葉、自灯明という言葉について話をしようと思います。仏教ではですね、人生を暗闇と称することが多いそうなんですけども、ブッダが弟子に残した言葉として、暗闇を歩いている時にろうそくの明かりがふっと消えて、その時どうするかっていうふうに弟子たちに言ったらしいんですね。そしたら弟子が、私どもは心の灯火を灯して、そして歩いてきますと。つまり、人生を歩いている時にブッダという、大先生が、前を歩いていて明かりを照らしてくれて、その灯火の明かりで、弟子たちは歩いているんですけども、そのブッダが突然いなくなったとしても、自分は心の灯火を灯して、そして暗闇を照らして歩いていきますということなんですね。はい。誰かがその前を歩いている誰か、灯火を灯してくれている誰かが歩いていて、それが突然消えたとして、消えたら自分に灯火がなければ、人は人生という真っ暗闇を歩いていくことになると。それはとても危ういわけですよね。だけれども、自分が灯火を灯せるような人物であれば、要は他に寄りかかるような生き方をしない、自分の生き方をする人物であれば、暗闇であろうと歩いていけるよという言葉だそうです。その自灯明という言葉を聞いたときに、アドラーの、自分の人生は自分で生きるっていう言葉を思い出したんですね。メンタルコーチの平本明夫さんも同じように教えてくれるんですけれども、自分は人生の主人公、人生は自分で作っていける、自分で歩いていけるっていうんですね。なんか自灯明と似てるなと思いました。やっぱり自分の人生を自分で歩く、自分で照らしながら歩いていく、その照らしてる明かり、それがぼんやりしてるかもしれないし、強烈な光かもしれないし、優しい光かもしれないし、強烈な光、もしくはぼーっとした感じかもしれないけども、でもその人らしい灯火を灯して、暗闇を照らして、その灯暗闇をこう明るくしてる光で、他の人も足元が見える、でもその灯火を灯して歩くのは自分。なんかすごく自分が生きていくときに自由に力強く生きていけるなって感じたんですよね。なので自灯明という言葉すごく刺さりました。興味のある方は調べてみてください。ではまた。